はい、それではですね、今ビートをですねちょっと打ち込んでいただいたんですけども、はい、続きましてこのビートにちょっとまあこの別の音、サンプリングした音っていうのをちょっと追加していきたい場合 もありますんで、これ早速ですね、これどうやったらサンプリングしていくのかっていうのをちょっと見せていただけますでしょうか。はい、わかりました。スマートフォンから、今日はサンプリングしたいと思いますので、はい、スマートフォンからこういったケーブルを、ね、はい、つなげます。はい、で、この入力端子ですね、はい、入力端子に接続してあげて、はい、で、これで MPC に、スマートフォンの音が流れる状態になっています。はい、で、メニューからサンプラーっていうメニューがあるので、はい、ここを押していただきます。はい、で、入ってきた音をモニタリングするボタンがここにあるので、はい、これを押した状態で、はい、スマートフォンから、はい、音を流してみてください。はい、今日は、サンプリングしても怒られないフリーな素材を使いたいと思います。はいはいはい、音が決まりましたら、はい、入力のレベルを確認してください。はい、音量のレベルですね。はいはい、入力レベルは入力端子の近くに、黒いつまみがあるのでここで調整します。はいはい、で準備が終わったら、このアームというところを押してあげると、はい、レコードがスタートするので、はい、これで、はい、これでサンプリングができました。はい、で名前をつけて、はい、ギターというのをつけてあげて、はい、で、特に、読み込んだりはしないので、キープというのをキープすると取った音をこの保存中で保存というか一時保存してくれるというふうな感じですね。はい、じゃあ次はこれをちょっとですねカットしていったりする作業を見せていただきますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。